ご苦労だったな。お前は、さあこれでいいだろう。あれを返してくれ。それはできない相談だな。何を？約束が違うぞ。俺が気づいていないとでも思ったか？お前があの女に。違う！そんなことはない。無駄だ。お前がいつ裏切るとも知れないからな。だから。あ、リディアさん。リディアいる？トムキンスからリディアが来てるって聞いたんだ。どうしたの？ニコ？どこ？話せない。大丈夫。リディアのことは僕に任せて。ニコは君の様子がおかしいって心配してるみたいだ。リディア、今日はもう帰って休んだらどう？違うよ、そんなこと言ってない。どうしてそうマイナスに取るかな。僕はリディアを心配してるだけだよ。待ってくれ。君は何か勘違いしてる。やっぱり勘違いしてるよ。僕は怒ってなんてない。そりゃ
リディアにほとんど会えなくて寂しかったけど。ダメだ、誤解させたまま帰らせたくない。リディア、行っちまったな。僕は何かしてしまったのかな。いつもしてるだろう。最近は自重してたつもりだよ。朝リディアがここに来るまでに何をしているのか問い詰めたくて仕方がなかったけど、我慢もした。ニコの方こそ何かしたんじゃないのか。リディアがニャーニャーがどうとか言ってただろ。俺は紳士だぞ、猫の真似なんかするわけねえだろ。それもそうだね、君は猫扱いされることを嫌ってる。でもリディアにはニャーニャーとしか聞こえてなかったみたいだよ。だからそれはリディアがおかしいんだろう。現にあんたには俺の言葉が分かってたじゃないか。まあね。ところでニコ、君は最近リディアがここに来るまでに何をしてたか知ってる？知るかよ。伯爵こそ知ってるんじゃないのか。裏でつけ回してそうじゃないか、例文とかを使って。うん、いつもならそうしてるんだけど。知ってんのかよ。だけど今回は別のことに力を注いでいたからね。それにあまりリディアを縛りすぎると嫌われるかと思って。今でも十分縛ってるだろ。ニコ、君のお腹の撫で具合はさぞかし気持ちがいいんだろうね。うわ、バカ、やめろ。失礼します、エドガー様。珍しいですね。一応何がと聞いておこうかな。エドガー様がニコさんと遊んでいらっしゃるのがです。遊んでるんじゃねえ、いい加減やめろ伯爵。そうだね。それでレイブン。はい、リディアさんが帰るとおっしゃったので馬車で送らせました。それからファーマン氏が来ています。わかった、行こう。ニコにも来てもらうよ。はあ、なんで俺まで行く必要があるんだよ。ちょっと確かめたいことがあって。ライブ。はい、ニコさん失礼します。おい、やめろ。俺は自分で歩いていける。途中で逃げるかもしれませんので。もういいよ。やあポール。伯爵、ちょっと待ってくれ。
その前にニコ。なんだよ。ポール、ニコの声が聞こえる？は、ニコさんの声ですか？うん、そう。聞こえますが、それがどうかしたのでしょうか？なんて聞こえた？にゃーにゃー？いえ、なんだよと言っていたと思いますが。一応確認だけど、レイブンも？はい、ニコさんはにゃーにゃーと言っていたのですが。そんなわけねえだろ。さっきレイブンはニコと普通に会話してたみたいだったから、レイブンは問題ないと判断したけど、ポールも同じみたいだね。伯爵、どういうことですか？実はさっきリディアと話してたんだけど、リディアにはニコの声がニャーニャーとしか聞こえないみたいだったんだ。リディアさんがですか？それはリディアさんにだけニコさんの声がニャーニャーと聞こえたということでしょうか？そういうことになるね。さっきトムキンスにお茶を頼んだ時も、トムキンスはニコと問題なく会話をしていたようだし。ではやはりリディアさんにだけニコさんの声がニャーニャーと。ああ、でも理由がわからない。リディアもふざけているようではなかったし、逆に僕とニコでリディアをからかってるんだと怒られてしまった。なぜリディアさんにだけニコさんの声がニャーニャーと聞こえるんでしょう？ニコには心当たりがないんだろ？ねえよ、俺よりも伯爵あんたにあるんじゃないのか？心外だね。僕は何もやってないよ。俺はな、だからといってあんたにリディアがどうできるとも思わねえしな。では誰にならできるのですか？人にはまず無理だろ。リディアがふざけてないってんなら。それじゃあ妖精？多分な。妖精がリディアにニコの声がニャーとしか聞こえなくなるようにしたってこと？ニコ、妖精に恨まれるようなことでもした？失礼なやつだな。それに多分って言っただけで、絶対に妖精の仕業だとは言ってないぞ。人から恨まれるんならあんたの方がたくさんありそうだろ。まあね、でもそれだと余計に変だ。それならニコの声にではなく僕に対して何かするはずだろ。じゃあリディアが妖精に恨まれるようなことしたってことか？そっちの方がありえねえぞ。だいたい妖精が妖精である俺の言葉をわからなくするだなんてめちゃくちゃじゃねえか。妖精が妖精。ニコ、リディアは？申し訳ありません。エドガー様から至急と言われておりましたので。やあリディア、お待たせ。ちょっと待ってね、ニコ。
リディア、ニコは普通に喋ってるよ。ニコはニャーなんて言ってない。リディアだけがそう聞こえるんだ。ニャーとは聞こえません。今までと変わりなく聞こえています。それでね、リディア、これは僕にはわからないし聞こえないんだけど、ニコの周りに妖精がいるよね。彼らも喋ってるらしいんだけど、リディア、なんて言ってるかわかる？落ち着いて。大丈夫、大丈夫だから。大丈夫。頼っていいんだよ。僕に心も体も預けてくれていいんだ。その言い方だとなんだか怪しいぞ。リディア、危険だそうです。レイブ、わざわざ通訳しなくていいよ。離れなくてもいいのに。僕はリディアの力になりたい。リディアが困ってるなら助けたいだけだよ。じゃあリディアはどうして妖精の声が聞こえなくなったか分かってるの？リディア、朝ここに来る前って何をしてたんだい？言えない？ハワード・ホプキンスのところへ行っていた。すみません、リディアさん。昨日ポールから聞いた。そして僕たちはこう仮説を立てた。妖精が妖精？ニコ、リディアはニコの言葉がわからなくなったんじゃなくて、妖精の言葉がわからなくなってしまったんだとしたら。妖精の言葉をか？それってリディアのフェアリードクターとしての能力を奪っても同然じゃないか。もしリディアが妖精の気に障る何かをしてしまって、そういう風になってしまったのならうなずける。
まだ確証はねえだろ。それにもしそうだとしても、何の妖精がそんなことをしたのかわからないとどうにもできないぞ。困ったね。ニコさん、リディアさんはいつからニコさんの声がニャーとしか聞こえなくなってしまったのですか？昨日は妖精と飲んでてリディアとは喋らなかったけど、2日前は普通に喋ったぞ。では少なくとも昨日から今日にかけてということですか？その間でリディアに何かがあったと考えるのが妥当かな。ですが、こちらにいるときは特に変わった点はありませんでした。だとすると、ここに来る前と帰ってからか。ご帰宅の際は馬車でお送りしているので、あったとしてもリディアさんのご自宅の中でということになります。家で何かあれば教授か、それこそニコが何かしら言ってくるだろう。それもないとすれば、ここに来る前ってことだな。あ、こんなことならリディアをレイブンに監視させておくべきだった。申し訳ありません。そんなことしたら確実にリディアに嫌われるぞ。でも、もし本当にニコの声だけじゃなくて妖精の声がわからないんだとしたら、リディアは傷つく。妖精のことが大好きなのにその声が聞こえないとわかったら、リディアは悲しむに決まってるだろう。僕はそんなリディアを見たくない。なんだ、リディアのこと少しは考えてるんだな。僕は毎日リディアのことで頭がいっぱいだよ。そういう意味で言ったんじゃねえよ。それでどうしますか？最近のリディアさんの動向について調べますか？そうだね。これ以上手遅れにはしたくないからね。いや、すでに遅いのかもしれないけど。あの、伯爵、リディアさんから口止めされていたのですが。リディアから？はい、実はリディアさんはこれまでずっと。すみません、リディアさん、伯爵は悪くありません。僕が勝手に喋ってしまったんです。だから伯爵を責めないでください。責めるなら約束を破った僕を。ポール、君は悪くない。ポールはリディアとの約束を守ってこれまで僕に言わなかった。でもリディアが辛い思いをしてしまうと思って僕に言った。そんな君を誰が責められる？伯爵、リリアさん。でもリディア、どうして僕に黙ってたんだい？隠すようなことでも彼としてたの？それじゃ、僕が隠し事を話したら、君もこれまで何をしていたのか話してくれる？
じゃあ先に僕の話をしよう。僕が君に黙っていたのは、君を不安にしたくなくて黙っていたんだ。はっきり言おう。プリンスの側近であるユリシスという男がアメリカからロンドンに来ているらしい。そうです。奴らがロンドンに来た目的はいくつかあると思うんだけど、一つは僕を殺すことだろう。にゃそれだけなら大した問題じゃない。僕はあんな奴にやられたりしない。でもどうやら僕らの周りをうろついて悪巧みしてるみたいなんだ。あ、僕も名前は聞いたことがある。会ったことはないけど、もういい年らしいよ。どうしてそれを？まあいいか。いいえ、大したことは分かっていません。エドガー様の周りで金髪の男の目撃情報が増えています。そいつがユリシスではないかと睨んでいる程度です。すみません、スカーレットムーンの方でも調べているのですが、分かっていることといえば、その人物が黒い犬を飼っているということです。その金髪の男と同時に目撃されています。だから余計に不安なんだ。確たるものがないから、多くのものを疑ってかからないといけない。だからリディアも気をつけてほしい。もちろん僕も君を守るつもりでいる。さあリディア、今度は君の番だ。教えてくれるね。何をしていたんだい？協力した？いい人ね。それだけで僕にとっては十分悪い人なんだけどな。ちょっとムカついたかも。伯爵、それよりも今はリディアさんのことを。ああ、そうだったね。話が脱線してしまった。リディア、ハワード君の依頼は完了したんだよね。リディアさんは2日前、ホプキンス氏の家で妖精と会話をしましたが、え？じゃあ依頼は解決してないんじゃないですか？
ではリディアさんは妖精を見てないんですね。一度も。彼が嘘をついたということは、リディア、僕は昨日ポールにハワード君のことを聞いてから彼について調べた。そうだ、ハワード・ホプキンス男爵という人物は存在しません。それから男爵が住んでいた屋敷ですが、あの屋敷の本当の持ち主は別におります。そしてその人物はつい最近事故で亡くなっております。僕も調べてみたところ、スカーレットムーンの方で一つの情報がありました。とある貴族が事故で亡くなった時、金髪の男と黒い犬の姿を見たと。本当かポール？はい、もしそれが事実だとすれば。あ、ユリシスが絡んでいる可能性が高い。そう考えると僕のそばにいるリディアが狙われたのもうなずける。もちろんハワード君がプリンス、ひいてはユリシスと関係があるならだけどね。でもこう言ってはリディアにとっては酷だけど、ハワード君と関わり、それが終わってから妖精の声が聞こえなくなったと言ってもいい。リディアが彼を信用しているのは分かっている。だけど彼がもし本当にユリシスと関わりがあるのなら、悠長なことは言ってられないんだ。プリンス側はどんな手を使ってくるか分かりません。そうですね。リディア、僕は嬉しいけど、それでいいの？そうだけどね。いや、リディアがいいならそれでいいよ。彼が一番疑わしい。これからどういたしますか？そうだね、早くリディアを何とかしてあげたいからね。リディアもニコと喋りたいだろうし。よし、ハワード君のいた屋敷に行ってみよう。昨日まではいたんだ。行かないよりは行ってみた方がいい。何かつかめるかもしれませんからね。なあ、少しでもいいから情報が必要だ。では馬車の用意をしてまいります。
頼む。ねえリディア、昨日から気になって気になって仕方がないことがあったんだけど。そのイヤリングどうしたの？本当だ、綺麗ですね。何の宝石でしょうか？それはカーネリアンかな。で、それはどうしたの？自分で買った？じゃあ、誰かからの贈り物？それにしては、昨日からずっとしてるね。気に入ってるんだ。それじゃあ、これつけてくれる？昨日、リディアの耳にそのイヤリングがついてるのを見て買ったんだ。そんなものより、こっちの方がリディアには似合うよ。え？買ってきたんですか？ああ。だって、僕以外の贈り物でリディアが飾られるなんてありえないだろ。で、リディア、僕からのイヤリング受け取ってくれる？理由なんて必要ないよ。ねえ、ほら、ニコももらえって言ってるよ。見間違いじゃない？それよりも受け取ってくれないの？日頃頑張ってるリディアへのお礼でもいいから。どういたしまして。リディアが喜んでくれるのが何よりだよ。リディア、イヤリングつけてくれる？うん、少しでいいから。僕が送ったイヤリングをつけたリディアが見たい。じゃあ、僕がつけてあげるよ。見せてごらん。僕が外してあげるから。ダメだ。ポール、君は外せる？わかりませんが、やってみます。リディアさん。失礼します。すみません、大丈夫でしたか？すみません、僕こういうことには慣れてなくて。
どうしてこっちを見てるのかな、リディア。ポールも。僕も。失礼します。馬車の用意が整いました。ちょうどよかった。レイブンもやってみてくれる？何をでしょうか？リディアのイヤリング外し。リディアさんのイヤリングを外せばいいのですか？うん、できる。リディアさん、失礼します。すみません。にゃー。